Thank you.
帰ると思うでしょ。帰ります。お疲れ様でした。今日はすごく珍しくクランキーを売ってみました。まあ、あんまり知らない台なんでちょっとお見苦しいところもあったと思うんですけれども、まあなんとか勝利をすることができました。設定はわからないですけど、多分1でしょうね。1かあって2か、そんなんじゃないでしょうか。というのも、特定日が昨日でして、自分、北斗無双売ってたんですよ。よかったら北斗無双チャンネル見てください。まあ今日は朝からとあるゴッドが熱いお店に行ってきまして、並びが700人ぐらいありまして、で抽選400番やったんで、もうこれは無理やなと思っていつものお店に移動してきた次第です。でまあいつものお店は前日の据え置き試作になるんかな、わからんけど、まあその据え置きをメインで、まあ、考えてみたんですけれども、朝一のビーハナもね、まあ、子役はもう地獄絵図と、2代目のクランキーまさかのまさかまさかあるかと思いきや、やっぱり朝一はリセットモーニングからの、少し連打したというような状態にあったんかなというふうに思います。まあ、リセットモーニングなんかないんですけど、でもあるような気はします。はい、どっちやねんって感じですけども、イエスロのバーサスでもあのリセットモーニングしたら 50% ぐらいの確率で100ゲーム以内に当たったりするんでね。はい、というわけで、おそらくフランキーの設定1ですが、まあさすがに高スペックの台ですからボーナス確率軽いんでね、まあその分設定1でも、まあ、ワンチャンあるかなという感じですが、粘ったら確実にやられると思いますんで、今日はこの辺で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。いつもありがとうございます。またコメントお待ちしまーす。私の恋だからライガーブティーソーライブティーソーライブ、ただいま。ただいま。ゆっくりしてた。わお。むいちゃん。ただいま。わお。わお。Thank you.